はいどうも、ラスカルです。今回の動画はですね、する TV の、する君と、ちょっと一緒にご飯を行ってきました。いつもと違う内容になりますので、しゃべりの方を撮らさせていただいております。詳細につきましては概要欄記載ありますので、ご確認いただければと思います。また、動画最後にちょっとした、おまけなんかもついているので、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは、よろしくお願いします。どうぞ。マシマシさん行きたいですね。久しぶり。マシマシ行きたいですね。マシライスを普通に食いたいですね。うん。あ、そうだ、ここにも知らない人もいる。ああ、そっか。待って、マシマシさん行くと、注文わけわかんない。全部だろ、8キロ超えるぜ。8キロですか？8キロですか？メイクパシも2キロぐらいして、もやしもあの 3キロぐらいやって、それになんか焼肉10キロ野菜もの丼が4キロだったけど、5号店の店ですよ。テーブルめっちゃ狭いじゃないですか。はいはいはい。だからあの横のとこから全部こんなにしないすげーな、ほんとに。そう、ありがとうございます。
ペーパーすぎる。やばいっすよ。持ってるだけで本当にきついっすよ。マジで。想像以上。坂ちゃん実感しますね。うん。すげえって。やべえ。一個もでかいじゃないですか。一個もそのカレー、2個分ぐらいあるじゃないですか。普通のお弁当屋さんとかで唐揚げ弁当を頼んでこのサイズ来たらうわっ唐揚げ弁当思ったのと違うみたいなこの1個のサイズはこのサイズの唐揚げ弁当確か1個のサイズだったな弁当でこれ8キロと持ってどういうことかなピラミッド型すぎるこれまず一人で食ったと思ったら相当すごいですね、うん、キャベツも入れてるから、うん、やばいカメラマンすげえ頭おかしいですよ間違いなく頭おかしいですすごい。で口。口っていっちゃうもんね。水の方。だ、旦那さん。ああ。でもこのままでもなくなっちゃう。足んないんだよ。お腹いっぱいになってる。全然。自分に関してそれ言われてもギャグにならないからイエスマンだなくなりました。いや、なくなるは嘘でしょ。多少楽にはなりますけど。
でも本当に、あの会うたびにストックっていう、ね、最近でもちょっとマシになりましたよ、一時期は。いや自分の中でヤバいなって思うときは、あ、おいしそうかなって思う。あります、ありますよ、常に。やったぜ、やりましょうよ。やっぱ痩せたいから常に、ね、万年ダイエットなんで、常にダイエットはしたいっていう気持ちがあるんですよ。返上した。逆になんか、もうでもやめんじゃん、サブチャンネルで、はい、マッチョの年になる。あー、筋トレっすか。もうゴールジムからって両方と任せちゃう。あいつも通り。すみません、ちょっとスープ一つ。あ、なるほど。あ、マジ。普通のご飯みたいな。ちょっと落ちいいですか、すみません。申し訳ない。あちゃん、あちゃん。はい。男性あるよな。ドケツの事故。男性はプラスアガーよく。カレーどうぞ、カレーで。ありがとうございます。あ、よろしく、ありがとうございます。チャンネル登録ください。撮ります。あ、じゃあ、どういうテイン。いや、もうやらせっぽく、いや、全然やらせっぽく。やらせっぽく。食ってる、食ってれば大丈夫です。動けない、マジやべ。おじいちゃん動けないわ。お母さん、お母さんお願いした方がいいんじゃないですか、そしたら。はい。いや、マジか。唐揚げ食ってまだ食うんですか。まだ食べます。今辛いな、本当に。チャーハンとカレー丼で設定して、他はもう大丈夫。いやー、うまそうだけど。いや、美味しいでしょ、すごいわ、本当に。マジで食うの、すごい。この間、カレーちゃんこれで、あとタンメンですよね。もう疲れない。想像を超えてくるわ、本当に。マジです。早い。食うのが早い、本当に。今見せてもらったわ。すごいっすね。チャーハンもらってもらって。ぜひ一口食べてください。あ、うまそう。食べるだけ全部食べていいですよ。あと、こんなことなくなっちゃいますよ。そうですよね。うまい、うまい。うまい。食べれた。食べれた。うまっ。チャーハンに人参が入ってて珍しいですよね。珍しいですよね。うまいっすね。いいチャーハン。一口目でうまいって。うん、いいよ。ツーショット写真もお願いします。全然いいですよ。カップル感出して後で後でいいです。これハーフ。野球とかないよね。これです。これだったら自分ないですよ。間違いなく。カレーも大丈夫です。食べれます。大丈夫。全然美味しい。全然美味しい。ちょっと辛い。意地張っちゃったじゃん。全然美味しい。これまた別の車のスタンダーできるやつがすごい充実。いくらでも入ってるカレーが珍しいですね、カレーに。食べなきゃ。ライブスタンプがあるんですか。あ、実はありました。ねえ、なんでしょうね。そうですね。全然減ってねえ。美味しいわ。うん、
早い。サーブが早い。すごい。結構口数減ってる。正直まだ全然ですか。全然。何も全然普通ですもん。ラスカさんの動画とか見てるとやばそう、やばくなったら本当にやばそうな感じですよね。そう、結構違う。死にそうな顔してますもんね。本当に家でもやばいって思ってすげーなって思ってます。あのまずやっぱ冷やすとまだ違うんですよ、はいはいはい、そこ超えると何も出なくなる。レモンラーメン、朝スラム、サンプル違う。やばいやばい。過去一番は何だろう、自分の中でそのリスク増量的にやばかったの。あの子はすげー、この前のムーちゃんもムーちゃんもね、あの9.6キロのラー油が効いてるっていう。ああ、見ましたよ。返さない。めっちゃしんどい。受ける。最後スープだけだろ。はいはい。スープ5リッターある。今からやります。今で麺伸びちゃうと思って。それこんげるよ。麺だけ食べて。うまっすね。30分ぐらいスープ飲み続ける。ついやスープだけで30分。ペットボトル2個で買わないですよ。5リットルですもんね。ないっすよね、5リットルのもの入れる。今のコーラなんか 1.5 とかだから、3本分ぐらい。そうっすね。3本分以上とか。ないな、マジで。それは的な。うわぁ。やばい。タカちゃん、写真撮ってもらっていい？ごめん。はい。申し訳ない。どっち側から、こっち側から。こっち。こっち。どうしよう。正面。あ、そっか。じゃあ、まず、スルさんとツーショットがいい。ああ、はい。私になってる、私になってる。でも、どうしよう。嫌い？これなんか、ちょっと高いですかね。この辺どうですか？あ、大丈夫だと思います。ここでいいです。無言で感じて、これも高いです。横まで。これで今、気持ちいいくらいですか？ちょっといいくらいですか？全然全然全然いや、だからそのいっぱいないから、常に別に終わろうと思えば終われる、いい感じ。まだ楽しもうとないかもしれない。だんだんこっから楽しめないレベルになってくるっていう。食事から戦みたいな。ホラガイを今日は鳴らさないです。申し訳ない。ゼレゼレ、どうもスースルです。ズルズル、どうもラスルです。ズルズル、どうもエゾルです。何これ。